坂木は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、川形駆逐艦の二番艦である。同盟艦に、松形駆逐艦の坂木があるため、こちらは、坂木や坂木愛などと表記される。1914年11月5日、佐世保海軍交渉で寄港。1915年2月15日、浸水。同年3月22日、竣工。第一次世界大戦では、 第2特務艦隊に所属し、1917年から1919 19年まで、シンガポール方面警備と地中海の海上護衛に従事した。1917年6月11日、護衛任務を終えマルタ島駅艦の途上、オーストリア・ハンガリー帝国海軍潜水艦、U、U-27 の魚雷が命中艦手切断、上原大地艦長以下59名が戦死した。その後、 ギリシャのピレウスで応急修理を実施し、1918年初旬にマルタで修理が完成した。1932年4月1日に除籍され、廃屈区艦第1号と過小。1917年、同盟国であり、第一次世界大戦に参戦していたイギリスの要請を受けて、両艦ら8隻と共に酒木はマルタに派遣された。 現地では、イギリスの艦艇など788隻を護送。U ボートとの交戦は30回以上に及び、その過程で、坂木は被弾した。魚雷を受けて死亡した59人の遺体は、マルタのイギリス人墓地の一角に設けられた、大日本帝国、第二特務艦隊戦死者の墓に葬られた。2017年5月28日、 イタリアのタオルミーナで開催された主要国首脳会議の木とマルタを訪問した安倍首相が同墓地に喧嘩、黙祷を捧げている。後にドイツ潜水艦から発射された魚雷の発見が一瞬遅れた際、連合国船舶の前に全速で突進して盾となり撃沈された日本駆逐艦があったという話が一種の美談として第二次世界大戦後になって一部に広まり、 新しい歴史教科書を作る会の歴史教科書にまで載る事態となった。実際には、坂木のみならず、日本海軍のいずれの領館も第一次、世界大戦では撃沈はされておらず、この話は、坂木や領館の活躍を混ぜ合わせたり誇張したりして、作られてた風説だと思われる。日本海軍史、第9巻、第10巻の召喚履歴及び、官報に基づく。 ありがとうございます。